皆さん、こんにちは。こんにちは。本日は、アンサンブル開校10年イベントで、皆さんにお集まりいただいてます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。では、早速自己紹介から始めたいと思います。私、フランス語講師のやすこです。アンサンブルを始めて、もう9年目になりました。いや、皆さんにも自己紹介とアンサンブル歴、そしてレッスンのポイントなど、お伝えいただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Bonjour, フランス語講師のセバスチャンです。Bonjour et merci à tout le monde. Merci pour cette invitation. そうですね、私は2010年に、アンサンブルフランスに入社しました。もう9年目になります。実はこの中で一番の古株。もう新人のようなね、本当に若者に見えますけど、大ベテランの大御所講師、大先輩。毎日勉強になります。昨日習った言葉ですけど、山口県で有名な人が言ってたんですけど、勉強というのは私、死ぬまで続けるものだと思うんですよね。毎日私も講師としても勉強になりますし、みんなとのレッスンも毎回楽しいです。なるべくヒューモア、ジョークなどを混ぜながらレッスンを進めていくのが一番私は好きです。はい、ありがとうございます。では続いて、ゆうこ先生もお願いします。はい。Bonjour, je m'appelle Yuko, Yuko と申します。アンサンブルは2011年からお邪魔しています。大ベテラン講師はい、そうですね、おかげさまで8年間ほど三上社長をはじめ安子さんだったり皆さんからいろいろなことを学びながら、生徒様からもいろいろなことを教えていただきながら講師をさせていただいています。そうですね、いろいろな方に出会えて、その化学反応がいつも楽しくって幸せです。好きなレッスンスタイルとしては、聞き取りを上達させるですとか、デルフダルフの試験対策等が、好きです。よろしくお願いします。試験一級ダルフ制度をお持ちなので、正反しかも何もなしです。でもね、提案もね、夢の夢ですよね。学習官記者からしますとね。ゆこ先生、ありがとうございます。では松谷先生。Bonjour tout le monde, bonjour à vous aussi. Hajimemashite, Mathias Komoshimas. Watashi wa ima wa 5年目です。そんなに長い間じゃなくても、でも5年ってすごいよね。そうなんですか。長い方だと思うよね。ありがとうございます。すごいと思う。で、授業途中は一番楽しいことは、皆さんは世界中どこでもから、フランス語を習いたいから、それは本当に一番楽しいことです。本当です。で、あとで授業に何でも教えられるから、遠慮しないで一緒に楽しみにしています。まさにアンサンブル一緒に。そうだよね、だってアメリカの生徒さんとレッスンした後、マレーシアの生徒さんで、次フランスとか行ったら世界旅行してるみたいなレッスンですね。本当にすごいです。楽しみ、ありがとうございます。マチア先生、ありがとうございました。では続いてダネッサ先生。はい、こんにちは、ダネッサと申します。私はね、今年は2年間になります、この学校で。でもとても楽しくて、今まではよくいい記憶を作って、セットのおかげで作れられて、日本語が頑張ります。もう顔ですからね、アンサンブルは。看板講師で、レッスンについて、実はいろいろな、セットがいますから、いろいろなレッスンできて、一番好きなのは多分ドキュメントを使うときは、生徒をよく手伝うと思いますから、ドキュメントを作りながらレッスンしたらと思いますよ。
お願いします。じゃあまた新たなゲストが訪れましたけど、響先生どうぞ。では突然ですが、響先生がいらっしゃいましたので、響先生にも自己紹介、フランスアンサンブル歴と、はい、アンサンブルレッスンのスタイルについてお話しいただけますか。日本語でって、はい、アンサンブルコンフォンセイ講師の響です。アンサンブルではいつからでしたっけ、もう去年の冬からですけれど、まだだから 3,4 ヶ月くらいだと思います。先輩方はじめまして。授業のスタイルなんですけれど、まあ、多分一番なんて言うんでしょう、僕が教えるのが得意なことでもあるんですけど、やっぱり発音について聞いてくださる方には、うん、結構いろいろ詳しく話せるかなというふうにやっています。僕自身フランスには1年語学留学に行ってたんですけど、まあ、そこでも特に発音には気をつけて勉強していて、やっぱり日本人にとってはフランス語の発音って最初はすごい難しいで、それはやっぱり、まあ、僕もスタート地点は同じだったので、そこからどういうふうに勉強したかとか、どういうふうに音を出すかとかっていうのを、まあ、聞いてくだされば、お話しできるかなということで、そんな指導が多いかと思います。あとは何でしょうね。あとは何でしょう、まあ、基本的に何でもという感じなんですけれど、文法ももちろんなんですけど、やっぱり文法も実は結構発音が原因でこういう規則になってますっていうこととかもあるので、うん、そういうのをつなげてお話しできるようなことが多いと思っています。こんなものでよろしいでしょうか。はいです。もうなんか飲みもしないとみたいな。響先生ありがとうございました。はい、ではこちらのスタッフの方にもお話を伺いたいと思います。はい、はじめまして、スタッフの橋本です。アンサンブルに、で働かせていただくようになってからまだ歴が浅いんですが、たくさんの講師の方がいて、その方々が皆さんそれぞれ得意分野があって、その先ほどもお話に出ましたが、いろんな国の生徒さんがいらっしゃったりで、本当にパソコンの前から広がる世界旅行が本当に素晴らしい学校だなと毎日実感しながら働かせていただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。講師やスタッフあってのアンサンブルでございます。では最後にこちら三上社長のお話を伺いたいと思います。こんにちは。皆さんこんにちは。株式会社アンサンブルアンファンセ代表取締役社長三上和美です。アンサンブル歴は立ち上げた時からなんですけども、まあ、2009年12月から12月1日に会場を立ち上げさせていただきまして、まあ、アンサンブルは永遠の生徒です、ですねっておっしゃって、もともと生徒としてアンサンブルが作りたいと、アンサンブルを作りたいということでおっしゃってるので、生徒としての社長様という、なんとも不思議な学校ですよね。まあ、自分が習いたくて作ったという。はい、ということでいかがですか、この講師陣は。いや華やかですね。では自己紹介が済んだということで、ではここで皆さんにこれからの目標、そしてアンサンブルメイトの皆さんへのメッセージをお伝えいただきます。では先ほどの順番通りセバスチャン先生お願いします。はい、そうですね、私はここまで以上に生徒さんを、皆さんを支えていきたいですよね。響先生みたいに活動強制も少し祝いたいと思いますし、特に最近はそうですね、通訳案内ガイドになりたいと願っている方々がなんか増えたようにも思えるので、その面も通訳なども、ここまで以上に頑張っていきたいと思います。そうですね、オリンピックもありますし、ね、通訳案内士になりたい方ってすごく多いと思うので、この完璧ともいえる日本語の、はい、ごめんなさい、本当に素晴らしいですから、ね、私もいつも直していただいてます、はい、日本語を、私よりも日本語上手いんじゃないかなって、フランス語も日本語も直していただいてます。素晴らしい、セバスチャン先生ありがとうございます。では続きまして優子先生もお願いします。はい、今後の目標、そうですね、
もう少しいろいろな瞑想と開拓してみたいなと思います。今いろいろな先生のお話をお伺いして、やっぱりなんだろう、発音矯正だったり、通訳案内士だったり、まだまだ自分が開拓してない瞑想とかたくさんありそうだなと思うので、アンサンブルの面白さは生徒様からいただいたご質問等で、あ、なるほどと思って新しいものをやり方を見つけていくっていうところもあるので、メソッドを開拓してみたいと思います。メッセージとしては、自分のなんて言うでしょう、やりたいこと、それこそフランス語であったり、そういうことをするのって意外と勇気がいったり、ちゃんと取り組むってなんか怖いって思ったりっていうのがすごくあるなって感じていて、自分もそうだし生徒様からも感じるし、でもそこをなんか頑張って、なんだろうな、フランス語はあなたが好きだみたいな感じで楽しんでいただけたらなって思います。ありがとうございます。そうですね、はい、ちょっと背中を押してあげるって感じですかね。横先生もありがとうございました。では町安先生、じゃあ、目標について、実はいつでもフランス語を教える、どこでもフランス語を教えることをしたいですから、多分経験を試す、日本語で正しいですか、経験を積むのは一番大きい、目的です。で、メッセージね、メッセージ、生徒さんから、生徒さんに、言いたいメッセージは、多分、夢があればフランス語を習いたいとか、フランスに行きたいとか、止まらないでください。習い方はいつもどんどん習うことにならないから、自分のペースでも、頑張ってください。時々なんか習うことと感じていないけど、低迷しちゃう、そう、でも先生たちは知ってる、感じていなくても、習います。だから、諦めないで夢を叶えてください。はい、ありがとうございます。そうですね、夢、目標があって、それに向かってずっと走り続ける。もちろん町安先生はじめ、私たちみんなでいつも応援してます。町安先生ありがとうございました。では続いてバネッサ先生にも伺いたいと思います。はい、綺麗なメッセージでしたから、ちょっと緊張してて目標ですよね。実は、私はフランス語を教えてあげるんですけどね、もう生徒からもいろいろなものを、説明、教えてくれて、だから感謝の気持ちを感じて、でも一緒に頑張って、それは大切なことだと思います、その気持ちを大事にします、そして、もちろん本当に先生として頑張るつもりです。よろしくお願いしますね。メッセージですよね、何がいいかな。特にある生徒が、会話とかとても難しいですよね、緊張してて、それがよくわかります。私も日本語を始めた時は本当に怖くて自然で話すのはダメでしたけど、今はなんとか大丈夫。上手ありがとうございますだからそれは生徒の目的だと思う、だと思います。それは大切なことですから、みんなが先生も介護を勉強しましたから、勉強してるから、みんなが同じ気持ちだから、安心しててください。そして、本当に一緒に頑張りましょう。はい、ありがとうございます。では、バネッサ先生ありがとうございました。皆さんも一緒にいますので、安心してくださいという言葉です。では、突然ですけれども、エマニュエル先生が到着なさいましたので、自己紹介、そして生徒様へのメッセージをいただけますか。皆さん、フランス語を勉強したら、みんな頑張ってくださいね。
あのゆっくり話したら徐々に大丈夫、頑張ってください。はい、ウェマニュエル先生ありがとうございます。ちょっと突然のことで緊張感が出てます、ごめんなさいね、失礼したみたいなね、ごめんなさい、飲み上げてありがとうございます。では、響先生にも伺いたいと思います。目標と目標と生徒様へのメッセージ。はい、目標と言えるかわからないんですけれど、あの語学は結構最後は個人戦というか、うん、あのやっぱ自分で何とかしなきゃいけない、だから集団授業とかだと挫折してしまうみたいな人がいる中で、なんかまあアンサンブルのいいところって、まあ、どこでも受けられるっていうことと、あとはまあ先生と1対1なので、まあ、そういう形でサポートできることは嬉しく思っているので、うん、あのこれからも続けていきたいなと思ってます。で、メッセージですけれど、まあまあ、自分で勉強していくっていう中ですぐに身につかないもどかしさとかっていうのはあるんですけど、まあ、逆に言うと時間かけただけちょっとずつでも伸びていくものが、うん、あの語学だと思うので、あの焦らず頑張ってください。これからもよろしくお願いします。以上で、ありがとうございます。素晴らしくまとめになっていらっしゃいましたけども、継続は力なりということですね。では社長さんは、はい、いかがでしょうか。はい、そうですね、やはり常に初心に忘れず生徒様目線で、本当に確実に一歩一歩毎日頑張っていけたらなと思ってますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。これがメッセージと目標です。はい、私はまだ歴が浅いんですが、その分生徒様のお気持ちに近いあの事務スタッフでいられると思いますので、いつでも何かご不明な点がありましたら、インフォの方にお電話なりメッセージなりいただきましたら、解決できるようにお力添えさせていただきます。これからもお願いいたします。ありがとうございます。皆さんの更新もメールも全部スタッフの方々がやってくださってるんです。では今日はこれまでとさせていただきます。皆さん撮影のご協力もありがとうございました。そしてこれからも一生懸命頑張っていきますので、何卒よろしくお願いいたします。では皆さん、私たちレッスンでお待ちしておりますので、これからもよろしくお願いいたします。ありがとう。ありがとう。